ベンジャミン・ウィルソンによる肖像画1760年頃。第二代マクルズ・フィールド伯爵ジョージ・パーカーはイギリスの貴族、政治家、天文学者。1721年から1732年までパーカー死爵の儀礼称号を使用した。初代マクルズ・フィールド伯爵トマス・パーカーとジャネット・キャリアの息子として1697年頃に生まれた。 1706年にインナーテンプルに、1715年6月18日に、ケンブリッジ大学、クレアカレッジに入学、1718年に、ケンブリッジ大学コーパス、クリスティカレッジより、MA の学位を授与された。その後、1720年から1722年まで、グランドツアーに出て、イタリアを旅した。1719年から1764年まで、 財務省水道官を務め、1722年、イギリス総選挙で、ホイック党の候補として、ウォリングフォード選挙区から、出馬、得票数1位で当選した。しかし、庶民院では、第4代順弾シャクサー・ウィリアム・ヨングの離婚に関する、司法案をめぐって一度演説した記録しかなかった。1727年、イギリス総選挙では、出馬しなかった。 1732年4月28日に父が死去するとマクルズフィールド伯爵の爵位を継承した。1751年、王太子フレデリック・ルイスの葬儀に参列した。天文学者として知られ、1722年10月25日に王立協会フェローに選出された。巨城であるシャーバーン城で天体観測をすることが多く、 1739年頃にはシャーバーンで天文台を設けた。以降1740年6月4日から1764年に死去するまで天体観測を続け、1744年の大水星も観測した。1752年から1764年まで王立協会会長を務め、1755年にはシャーバーンでリスボン大震災を観測した。 1759年、オックスフォード大学より DCL の学位を授与された。1752年にイギリスがグレゴリオ歴を採用した時に主導的な役割を果たした。彼は1750年5月に歴法に関する論文を王立協会に提出した後、1751年3月に貴族院でグレゴリオ歴の採用法案をめぐって演説した。 同じく法案に貢献した第四大チェスターフィールド、伯爵フィリップ・スタンホープによると、マクルズ・フィールド伯爵は歴法に関する知識を知り尽くしたが、演説の最下は、チェスター・フィールド伯爵自身が上だったため、チェスター・フィールド伯爵の演説の方が好まれたという。1752年、ロンドン高校教会フェローに選出された。百六十四年三月十七日に、 シャーバーン城で死去、シャーバーンで埋葬された。息子トマスが借位を継承した。1722年9月18日、メアリー・レインと結婚に名を設けた。1757年12月20日、ドロシーネスビットと再婚した。ありがとうございます。